はい、パーソナルブレイクパニーニコンテンタ2014のフットボールです。よろしくお願いします。そっか、これバリバリ系、よいしょ、バリバリ系ですか。シリアルとサインだけでいいんですよね。あ、ちょっと電話かかってきちゃいました。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってください。はい、すみませんでした。じゃあ行きましょう。2014もホットになってますね今ね。まあマリオタとかもあれですけどね。ひっくり返ってますね。誰だ。お、アントニオ・アンドリュース。ランの2枚看板の人ですね。サーダウンとかゴリゴリ系はアンドリュース使いますね。はい、ゴリゴリです。もう一個サイン。はい、テイラー・ガブリエル。はい、通常と、ブラウンズは全然わかりません。はい、パラレルではないですね。通常です。パラレルだとだいたいひっくり返ってるんですよね、サインと一緒に。繰り返ってます。お、アーロン・マレー、これ写真的にパラレル7が上。あ、通常か。あれ、写真があれかな、バリエーションかも。後で調べてくださいね。アーロン・マレーオンカードです。ルーキープレミアシグネチャーですね。オンカード3枚目。アロン・マレー初めて見たってわけじゃないですけど。あ、レデがあります。ズン、誰、ポール・リチャードソンだ。シーホークスですね。これもオンカードです。で、4枚目。オンカードが2枚。ん？ひっくり返ってる。サンキーとヒル。パラかな？うん、パラレルです。199。通常か。今サインが4。
ん、サインですね。はい。コディ・ホフマン。はい。で、5枚目。サインは一応5枚出ました。オンカードがうち2枚。あ、はい。ちょっと待ってください。あと4パック。あ、今、サイン来てます。はい。ジャーニガンか。お、クラックアイスだ。ジャーニガンのクラックアイスは OK じゃないですか。ねえ、かっこいい。6じゃないか。8の22だ。うん。サイン6枚目ですね。はい、終わりました。サイン6枚、オンカード2枚にクラックアイス1枚でした。ありがとうございます。